さあこの番組、まさかの2回目そして緊急事態宣言が解除されて、2ヶ月ぶりに日本放送に帰ってまいりました。というわけでこんばんは。そして1ヶ月ちょっとのご無沙汰です。高橋優です。先月の4月19日に僕も番組スタッフも一夜限りのスペシャル番組のつもりでお送りしたこの番組おかげさまでありがたいことにご好評いただきまして、今夜第2回の放送を迎えたわけなんですけれども、どうもありがとうございます、本当に。これは、月1レギュラー的な認識でよろしいんでしょうか日本、ね、みんな、そうね、今複雑な気持ちですよ。久しぶりにこのスタジオに帰ってこれてね。僕がちょっとこう、みんなまだ答えが出てないことをこのスタジオの外に投げかけられる幸せっていうのを感じつつも、誰も目を合わせてくれませんでした。日本放送多いんですよね、私。よく呼んでいただけるんですよ。デビューした当初もね、オールナイト日本の番組やらせていただいて、単発のやつをやらせてもらった。R でしたね。オールナイト日本 R、を単発で私10回やらせていただいたんです。13回やらせていただいて、ちょっと時間経って、関ジャニ∞の大倉くんと高橋くんなんていうのやらせてもらって、それは5年ぐらいやらせてもらいましたけれども。そして、ちょっと、まあ、そんなに時間も経たずに、高橋優、サンキューフォーザミュージック。一回限りってやって、また呼んでもらえて私ここに来てるんだけれども、まあ、レギュラーなのかどうかっていうことはちょっとまだわからないながらも、ちょっとね、地に足はついていない、ふわふわした状態かもしれないですが、僕はもう本当にすごく、楽しみにして、来ましたんですね。日本放送からお届けしておりますよ。前回と大きく違うのは、まあやっぱそのコロナウイルスのね、ことがありまして、3密を避けるということで、日本放送じゃない場所からリモート放送っていうのをやらせてもらったんですけれども、今回は、久しぶりにこのスタジオに私帰ってくることができまして、生放送でお送りさせてもらってます。3月までやらせてもらっていた関ジャニ∞の大倉忠義くんとやっていた大倉くんと高橋くんの最終回以来2ヶ月ぶり。ね、僕の目の前には、大倉くんが座っていた、全く同じスタジオです。日本放送の4階にある。見慣れた景色です、僕からすると。目の前には大倉くんが座っていた椅子があるんですけれども、そこには今ね、作家の石川さんが座っています。で、密を避けるために、アクリル板が置かれております。ね、よく、刑事ドラマとかである、面会の部屋にあるやつですね。俺でも一応音はちゃんと通りますし、飛沫だけは、避けながら、スタッフもみんな気をつけながらですね、そしてもスタジオ内には夏のさ、駄菓子屋さんとか家の端っことかにさ、虫捕まえるために紫色に光ってた電気のやつ覚えてないみんな時代感じるけど、僕の田舎なんかによくあったんだけど、それがスタジオの中にあって、あれはなんか虫を殺すやつかなと思ったら、あれは、紫外線、照射殺菌装置というものなんですね。だからあれでまたこの部屋もすごくクリーンな状態になってると、最新の注意を払いながら、スタジオからお送りして、おります、日本放送のねスタジオに来れるようになったのは本当に、いろんな人みんなの頑張りで、緊急事態宣言が解除されたのが本当に、大きいですね。感謝の気持ちもありつつ、引き続きね、まあちゃんと気をつけながらやっていきたいなっていう、第2波を防ぐためにね、まだまだ油断禁物でありますけれども、ちょっとずつかつての日常を取り戻しつつ、まあ、新しい日常を模索していく中でこういったメールが届いてます。千葉県で聞いてくれているペンネーム未来さん、20歳の専門学生の方ですね。前回の放送から早40日、こうしてすぐにまたゆうくんの声を聞けてとても嬉しいです。前回同様自由な90分間楽しみにしてます。放送の次の日からついに学校が始まりますが、気にせずに聞きますというメッセージ。
未来さんありがとうございます。そうなんですよね。6月の1日から学校だったり、お仕事だったりが再開される場所も多いと。っていうことは、今みんな寝てるかもしれないね。ね、備えている日だよね。だからな、起きて聞いててくれる、こういうふうに決意を持って聞いてくれてる方も嬉しいんですけれども、まあ、ご無理なき範囲内で聞いてくれてたら、本当嬉しいんですけれども、まだメールが届いてます。ペンネーム、ランピさん。私の学校は、明けて今日6月1日から再開するんですが、分散登校で1学年ずつの登校です。普段の教室ではない広い教室での再会、そして、他クラスの友達とも会えず、触れ合いや必要最低限以外の会話も禁止だそうです。感染予防で仕方がないことだけど、そんな学校生活は面白くないと思うし、再会を素直に喜べません。でも早くみんなと笑い合える日が来ることを願って、この状況を耐えたいと思っています。というメッセージね。ランピさんありがとうございます。最低限、ん？必要最低限以外の会話も禁止ってことはどういうこと？喋っちゃダメってこと？先生に質問は OK？ それぐらいってこと？友達と、昨日のサンキューフォーザミュージック聞いたーっていう会話ダメ？それは必要最低限以外になりそうだよね。その辺のさ、はっきりした、線引きが欲しいって思うんだよね。今日この頃じゃないみんな。そうな、だってさ、トイレ行きたいとかさ、それ言わなきゃダメだよね。あと何がある？消しゴム落としました？あ、そんな言わなくても拾えるか。え、ノート貸しては？ノート持ってこいよ、必要最低限以下だって言われたら、その日一日ノートなくなっちまうよ。それはいいのかな？わかんないんだよね。笑っちゃダメなのかな？先生も笑わしちゃダメなの？俺の姪っ子が言ってたら歌っちゃダメなんだって。歌うのは、飛沫感染の原因になるからとかって言うんだけどさ、音楽の授業とか、だから、まあもちろん音楽の授業はダメだろうし、まあその分散登校とかって言ってるから、ほら、全校集会とかも基本はもうダメじゃないですか。だから、ほら、みんなで集まって歌ってたじゃん。学校って。それ自体がダメになってるから、うちの姪っ子は風呂場で歌ってるって言ってたの。もうそういう人多いんじゃない？だから歌える場所を奪われて、だってね、なんだったら家で歌ったってそりゃ飛沫になるわけだから、歌うことすら禁じられている世の中なわけですよ。いやー変わっちゃったもんだよね。だからどう音楽を奏でていくべきかみたいなことを考えているミュージシャンも多いと思う。僕もすごく考えていますけれども、まあまあ今日は俺歌おうと思ってるけどね。悪いけど。いや、アクリル板あるし。うん。今日ぐらいは歌わせてほしいよね。これも、学校の先生に怒られちゃったら、ちょっと俺、謝りに行かなきゃいけないんだけど。これはちょっと俺歌おうと思ってる。まあ、メールがどんどん来てますから、こんな感じでね。まあ、ろくな答えもできないかもしれないけど、僕はどんどん読んでいきますから。引き続き皆さんからメッセージお待ちしてます。そんな感じで、ちょっとずつ、世の中が動き出していく中で、この番組も、第2回の放送をお送りしていきましょう。高橋優、サンキューフォーザミュージック。改めまして、こんばんは、高橋優です。人々が寝静まる日曜日の土深夜に、私一人で喋り歌い、そして愚痴るサンキューフォーザミュージック。自分の口から愚痴るって言いたくないよね。ちょっと今愚痴ってないよ。愚痴ってない。心の声が時々漏れるだけなんで。僕は笑顔でいたいから、福笑い今かかってるけど、世界の共通言語は笑顔だって。歌ってここまで10年間やってこられたわけですから、愚痴るなんてね、自己紹介はしたいとは思ってないんですけれども、番組では今回も番組聞いてくれてる君からのメールを待ってます。君は最近どうですか？あなたは今笑えていますか？君の近況、最近笑顔になれたこと、笑えてない人はその胸の内を聞かせてください。メールに今連絡がつく電話番号を書いてくれれば、アポなしで突然電話するかもしれません。生電話つないじゃいます。僕が話し相手になります。だから笑えない人もいいんだよね。うん、無理して笑っても気持ち悪い話だからね。どんな方でもこの時間を一緒に過ごしてくれたらありがたいです。またメールでは、今だからこそみんなで聴きたい曲、今だからこそみんなで口ずさみたい曲のリクエストも待ってます。
番組のメールアドレスは you@allnightnippon.com you@allnightnippon.com です。なおすでにネットニュースなどでご存知の方もいると思いますけれども、この番組は来週日曜日のこの時間も第3回の放送が決定してますありがとうなんだけど、もちろんありがとうございますなんですけど、レギュラーじゃないで、これ言うとみんな目そらす、なんかこう苦笑いだなって、レギュラーでは まだっていうのも俺も良くないんだろうね。レギュラーじゃないで、まず来週も決まってる5月6月と2ヶ月連続でやらせてもらってるわけですからね。この流れでいくと、ね、なんかレギュラーまあ、濁しましょうか、ね、濁せるだけ濁していきましょうかね、まあ、そのため今回もらったメールは来週の放送の中で紹介させてもらうこともあると思うので、もうどしどし送ってきてください、もう一回アドレス言っとくと you@allnightnippon.com you@allnightnippon.com です。君からのメール待ってます。さて、こんな緊急事態宣言が解除されたものの、まだまだ気を緩められない日々が続きますけれども、この1ヶ月、私高橋はですね、まあ、前回のサンキューフォーザミュージックで、まあ、そのズーム飲み会の話をさせてもらったでしょ、まあ、世の中ではそれが流行っているようだと、まあまあまあ僕は支えられることもないであろう、なんか、別世界の別次元の話だなぐらいに言ってたんですけれども、あれを言ったからなのかどうなのか、その後結構誘いいただきましてですね僕もね、今やズームのみ常連というふうに自負していいんじゃないか。みんなさ、この1ヶ月ぐらいでズームのみ平均というか、そうトータル何回ぐらいした？みんなは。あ、石川さん0回？マジで0回とかいう人もいるの？友達いないんじゃん石川さん大丈夫？0回はまずくない？だって誰だってできるからズームのみなんだよ背景変えたことないんだって金子さん今俺の耳元で言ったけど、俺はまだ未だに背景の変え方わかんないよっていうか、なんでみんな背景変えるのか俺はよくわからないんだいや、じゃあちなみに金子さんは何回やったの？ごめんね、俺一人の番組なのにいろんな人の名前が出る。僕スタッフの名前です。金子くんは何回ズーム飲みしたんですか？え、 4,5 回だもん。うん、負けてない。うん、いつもだったらここで俺ちょっとこじれそうなもんだけど、俺も5回数えた5回ズーム飲み会をやらせていただいております。これ多い方なのか果たして少ない方なのかわからないけれども、週1だね、週1以上なんじゃないかな。うん、慣れたよもう。だからズーム飲み会の特徴みたいなものを僕なりにこう分析してきてですね、思ったことは基本やっぱ断れないあれ厄介なの。うん。え、いや、ねが、いや、まあ、聞いてよ。僕の分析だから。うん。ネガポジ関係ないから、僕の分析は。うん。フラットに考えて、断れないってでもそうじゃない？いい意味でもさ、嬉しい悲鳴みたいなもんさ、この状況だもん。ズーム飲み会断るってことは、お前と飲みたくないっていう宣言みたいなもんになるわけですよ。だから、大体 OK ってしなきゃいけないと。まあ、だから、強いて言えば他のズーム飲みと被ってるとか。だから、誰々とズーム飲みがもうすでに決まってるから、あんたとのズーム飲みは無理だよとなって。とかっていうことで断る以外は参加しなきゃいければいけないと。楽しいんです。ズーム飲み会って楽しいと思う、僕は。まあ、要はお店に行って飲むのとの違いは、完全にみんな自分の部屋で飲むわけだから、部屋飲みなんです。ってことは、やっぱ、話す内容とかも、みんな結構リラックスしてるんですよ、最初から。もう自分の、条件反射みたいなもんですよ。僕もこのスタジオに来て、わーってなんかこう、日本放送モードみたいなさ、オールナイト日本モードみたいなのが体にこう5年間やらせていただいて、ちょっと染みついているものがあるんじゃないかなと勝手に思っているんだけれども、やっぱ先月の違う場所での生放送っていうのはね、やけに緊張したんです。そうそうそう。やっぱ条件、景色って大事だと思う。そういう中で言うと、部屋で飲むっていうのはリラックスするから酔っ払うし、結構低燃費なんじゃないかなと。ただ、だからこそ、あれ、会社のさ、上司の人たちとかとズーム飲みしたりしたことない？みんな。なんか、俺はあまり上司とか部下とか、そういう世界じゃ、とちょっと違うところで生きているからさ、あんまないけど、例えば、ちょっと年上の人とかとも、部屋で飲む感じになるわけですよ。そう。だから、口が滑りやすい。
俺ね、この間ポルノグラフィティの秋人さんと、スガシカオさんと、フランプールのリュータ、ボーカルのリュータ、僕と、で、4人で、まあ、ズームのみをやらせてもらったんですよ。で、それっていうのは一応、その、ポルノグラフィティの秋人さんがやっている、YouTube チャンネル、の、でも後々アップされる、企画的な感じの、まあ、ズームのみなんですけど、まあ、僕にとってそれが人生初のズームのみ会だったんですよ。そうそうそう。だから、どちらかというと番組に出演させていただくというニュアンスよりも、僕としては、ズームのみに初めて参加できると。あれだけ僕先月ね、ぼやいたわけですから、ズームのみなんてどうせ俺は別世界のもんだって言った直後で、3日後ぐらいでしたから、やらせてもらったのが。だから嬉しいと。缶ビール7本用意したんです、僕。どうなってもいいように。そう。どんなに時間が経ってもいいようにということで。そしたら、冒頭の方でね、もう今回は収録もあるから、だいたい1時間半から2時間ぐらい目処にやるとかって言われたわけ。じゃあ2時間以内ぐらいでこの7本のビール消化しなきゃとか思っちゃったわけよ。そう。で、始めて、喋っていったら、まあ、楽しく終わったんです。で、2時間の間で僕ね、その、缶ビールも全部飲みました。そう。で、そうそう、楽しかったんだ。楽しく終わったんです。ただ、後々、それがまあ、放送になりますよね、YouTube で。これ、まあ、今この放送聞いてる人は、今すぐ手元のスマホで見れますよ。そう。で、見たら、まず、僕ん家の電波だけがやけに弱かったんだ。だから、ね、みんなは、スムーズに、あれ、ズームの見て4つの場面に1人ずつ出るじゃない、うん、そう、で、みんなスムーズに返して、それこそ、あれ、背景変えてさ、うん、なんか、秋人さんなんかご自身のふるさとの広島の因島の景色にしたりとかするわけですよ。なんだけど、ちょいちょい俺フリーズしてんだよね、まず。会話が成立してないようで、ギリギリなんです。でもこれ、会話が成立してないようで、してるのが、これ、ズームの多分いい機能で、一回フリーズしても、僕のマイクで喋ったことを、後々ちゃんとちょっと早口でね、なんか、あれ、コンピューターが編集してんのかどうなのかわかんないけれども、そう、繋いでくれるんですよ、あれ。そう、これみんな知ってた？自分のズームのみ後から見ることないからわかんないでしょ。あれでね、会話ずれるのよ。だから、ズームのみ会でみんなやるの気をつけなって俺思ったこと、ギャグ。あれね、ズームのみでギャグ言うと間がめちゃめちゃずれるんだ。相槌も。そう。そうそう、なんでみんな笑わないんだろう。俺ってこんなにすまんね。まあまあ、別に俺はね、ギャグで生きてるわけじゃないし、別にね、そのズーム飲み会で、笑いの爪痕を残してるなんてこれっぽちも思ってないよ。でも、せめてさ、僕は初めてのズーム飲みをさ、なんか和気あいあいとしたものにしたわけ。先輩、秋人さん、先輩、菅志川さん。で、デビューはフランプルだって俺より先輩なんだけど、全員先輩だよ。その全員先輩に、少しでも一番後輩の私がね、なんかちょっと、酔っ払ったふりしてさ、変なサングラスかけてんじゃねえよ、みたいなさ、そうは言わなかったけど、それぐらいのこと言ってね、あはは、高橋なんだ生意気だな、みたいな感じにしたかったんだけど、ギャグは受けないし、でもそのちょっと俺が出そうとした生意気なニュアンスはしっかり出てて、単なるムカつくやつになったんじゃねえよ。単なる嫌なやつに見えるんですよ、半分ぐらいまで。そう、その YouTube のやつ。もし気になったらみんな見てみて。俺の Zoom 飲み会の失敗した模様がよくわかるから。楽しかったんですよ。で、その放送自体もすごくみんなのなんか、裏話っていうかさ、音楽の制作祝いとか番組出て緊張した話とか、すごい楽しくやってくれてるんだけど、僕自身はね、もっとちゃんと準備していけばよかったなと。ちゃんと準備して、ただ酔っ払いに行って、ズームのみというものの洗礼を受けて帰ってきたみたいな感じになって終わったんだけど、だから2回目3回目とやった、秋人さんとか龍太とかとは、そのすぐ次の週もまた個人的になんかズームのみみたいなやらせてもらったんだけどね、その時の方がね、僕は多分感じよくできたような気がする。普通に。背景を変えないよ。背景をなんで変えるんだよ、みんな。いや、俺、そう、あれ、そのさ、YouTube に上げられたやつもさ、みんな、どこかわかんない感じになってんだけど、俺、思いっきり自分ちのカーテン映ってんですよ。そう、なんとなく自分の部屋丸出し感出てるじゃないですか。なんか俺もなんかちょっと自分のスタジオとか、そういうの持ってるふりしたかったよ。なんか、いい椅子座ってさ、なんか、そう、なんか手かけとかあってさ、そう、リュータとかあれうまいんだよね、やっぱりね。
うまいんだよねとかって言ったら営業妨害になるのかな。なんかあんまり喋んないしさ、ああいう時。そう、クールな感じでさ、背景真っ白なのよ。そう。で、またなんか背景変えようとしたら、バグって、その背景の絵が自分の体にこう映っちゃってさ、よくなんかグリーンバックで失敗するし、グリーンバックで緑色の服着てきた人みたいになるんだって感じ。わかる？ああいう状態で、またなんかお茶目なんだよね。リュータの失敗って。そう、フランプールのリュータくんね。みんな、いい人で、いい模様の YouTube を気になった方は見てほしいということで、僕自身は準備がもっとできればなと思ったんですけれども、まあそんな、まあ、準備の話でもう一個僕の中で、ま、今回、思ったことまだ話して大丈夫ですね。一回 CM 挟みますか？はい。はい、ちょっと。まあ、結局また喋りすぎちゃって、何もできないで終わっちゃうことなんだ。高橋優、サンキューフォーザミュージック。高橋優サンキューフォーザミュージックでは君からのメールを待ってます。最近どうですか？あなたは今笑えていますか？今だからみんなで聞きたい曲、みんなで口ずさみたい曲のリクエストも待ってます。番組のメールアドレスは you@allnightnippon.com you@allnightnippon.com。 君からのメール待ってます。さて、このサンキューフォーザミュージック、ね、メールが届いているんで、メールから紹介していけるということで、ラジオネームゆうかりさん。私はテレビ電話が苦手で、リモート飲み会などは極力避けていた人種です。しかし、明けて今日、リモートゼミが始まってしまいます。めちゃくちゃ嫌ですが、ゆうさんのラジオを聞きながら笑って乗り切ろうと思います。ね、苦手意識っていうのはなかなか克服できませんからね。まあ、言っとくけど、俺も苦手です。やっぱり、会うに越したことはないなっていうのは思いますけどね。でもなんか前も言ったけど、やっぱ、このリモートの文化っていうのは多分これからも便利だから、残っていきそうなところあるよね。だから、そうそうそう、会議もさ、どうしたって一人海外にいるとかだったら、リモートで、ね、まあ、最近よくテレビ番組を見た人たちの感想でもあるけど、エヴァンゲリオンのゼーレの方式だよね。ゼーレの景色だよね。なんていうの、いたみたいな、額縁の中に偉い人たちがいるみたいなさ。そう、そういう景色が、まあ、普通になっていく可能性はあるから、まあ、柔軟に対応していけた方がいいとは思うんだけれども、まあ、こういうことがあるからこそ会える喜びっていうのがまた人一倍になるのかなって僕は今日すごく思ってます。このスタジオでやれてるってことがね。だって大倉くんと高橋くん終わってもう 2ヶ月経つのかな。2ヶ月経って、なんとなく実感湧かなかったけど、今日ここに来て目の前に大倉さんがいないということで、結構寂しさを最初覚えたもんね。なんか。うん。ディレクターの石川さんがさっき、ゆうくん、まあ、こんな感じのメール届いてるよって渡されたの、俺、イライラじゃんけんかと思ったもんね。あ、俺今日またイライラじゃんけん選ぶんだ、みたいな。まあ、そういうコーナーをやらせてもらってたんですけれども。そうそうそう。そういう感じで、なんかまあ、自分もというか、そのゆうかりさんみたいに、今という時間があまりにも早く変化していくじゃない？それにさ、ついていかなきゃいけないさ、そりゃ。みんなそうやって言ってるから、わかるけれども、俺も不器用です。俺も結構ついていけなくて、ずっこけたりしながら、まあ、人より少し遅れながら行くようなタイプだから、まあまあ、サンキューフォーザミュージック聴いてる時くらいは、明日のことはそんなに気にせず、まあまあ、失敗したら失敗したらでまたメールくださいよ。来週もあるから。でね。うん、そうそう、どうなったか教えてほしいし、まあ、なんだろう、自分の中でもね、今のこの現状に思うことがあって、まあ毎年僕が地元のね、秋田県で開催させてもらってた、秋田キャラバンミュージックフェス、今年で2020というタイトルでね、5周年になるフェスを開催しようというふうに思っていたんだけれども、まあ、今回の一連のコロナのことでね、中止ということを発表させていただいたんです。もしかしたら、なんか、ネットとか SNS で、知っている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そこには、まあ自分なりのコメントも書かせてもらったんだけど、本当ね、やっぱ、思うところはいっぱいあるんです。渦巻く思いは。例えば、本当にどうしたって開催できないんですかって言われれば、そりゃどうにか形を変えてね、なんだろう、規模をすごく小さくしてとか、今の、なんだ、密にならないような状況を何か考えて、やること、実験的に開催できないことはないのかもしれない。っていう思いもある。
そうなんだけど、まあ、秋田キャラバンミュージックフェスに限って言うと、毎年市を変えていると。そう、キャラバン方式でやっていくフェスっていうことを心に決めてね、秋田県のいろんなところでいろんな人たちに生の音楽を体感してほしい、一緒に楽しみたいっていう思いでやってるから、ゼロから、こんなところでフェスなんかできるの?みたいなところに、会場を設営して、で、俺ら全員フェス未体験みたいな人たちとエンジンを組んでさ、でも絶対できるよねって信じて、みんなで新しい一歩を歩み続けて、どうにか4年間やってこれたんですよ。そう。それで言うと、本当に、前回のフェスが終わった直後ぐらいから準備が始まっているし、で、その準備っていうのは本当、大げさでなく一日たりとも、なんだ、抜くことができないというか、毎日毎日その準備に、余念がない状況を作っていかないと、開催にはたどり着けないと思ってるんですね。うん。だから、まあ、不本意な感じで、どうにかこうにかやりました、みたいなことでやれるとしても、今年やる会場はその会場だけなわけで、なんか不本意な感じだったよね、あの街だけは、みたいな風になるのは、僕はすごく嫌だし、何より嫌なのは、来てくれた、秋田県以外の方が秋田県に来てくれる。そして秋田県の方々が改めて、その、どこどこ市に来て、どっかの市に来てくれるってなった時に、で、自分の街でそのフェスが開催されてなった時に、やっぱ、ここまで到達できたっていうものじゃないと、やれない気がしたんですよね。うん、だからまあね、どの角度から切り取って話してもちょっと、まあね、最後の決断、中止したのは僕の考えがあるので、言い訳っぽく聞こえてしまうかもしれないんだけれども、でも、中止したからには、本当来年とか、これから、また、何の迷いもなく集まれる状況になった時に、もしくは、何か状況が変わって、新しい、状況ができた時に、うん。こういう感じでまた秋田キャラバンミュージックフェスができるってなった時の、最高の形っていうのを1年間たっぷり準備してやりたいと。うん。だから思いは来年開催できるとしたら2年分の思いがたまりますから、もうね、とんでもないもんやりたいなって思ってるんです。ね、これからどうなるかわからないということの方が今はまだニュアンスが大きい世の中だから、これから楽しいことが待ってるよって声を大にして言うと、ね、またそれはそれでって、何か、不安な気持ちになる人もいるのかもしれないけれども、あえて言いたい。僕は絶対に今の状態は続かないと思ってるし、続かない、その先にきっとまたみんなで集まれる、笑える瞬間が来るということを信じた上で、中止ということを、判断させてもらったので、どうかね、キャラバンフェスは、まあ一応主催者私高橋優なんていうふうに言わせてもらってますけれども、本当に来てくださる皆さんお一人お一人の力があって、ここまでやってこれたんで、これからも一緒に歩いてくれたら嬉しいなっていうふうに思ってます。で、この件についてもメールたくさんいただいてます。その中から、代表して一通。名古屋市で聞いてくれている、ラジオネーム、ノットアローンさんですね。先日、ゆうくん主催の秋田キャラバンミュージックフェス2020の開催中止の発表がありましたが、今年もとても楽しみにしてたので、ショックで本当に残念な気持ちでいっぱいです。でも一番辛い思いをしているのは、苦渋の決断をしなければならなかったゆうくん自身だと思うと、余計に胸が痛みます。自然豊かでたくさんの美味しい食べ物があり、人のぬくもりを感じられる魅力いっぱいの秋田が大好きです。何度行っても行くたびにさらに大好きになります。来年の秋田キャラバンミュージックフェスで、秋田の同じ空の下、またゆうさんと一緒に笑い合える日が来るのをずっと待ち望んでます。ゆうさんの同じ空の下をぜひ、弾き語りで聞きたいです。緊急事態宣言が解除されてもコロナが収束したわけではなく、まだまだとても不安な日々を過ごしてます。この曲を聴くと会えなくても離れてても同じ空の下、一人じゃないと心強く思え元気をもらえますというメッセージ、ノットアローンさんどうもありがとうございます。僕も全く同じ気持ちなんですけれども、本当にツイッターでね、一番辛いのはゆうくんだと思うみたいな、なんだか優しいことを言ってくれる人いるけれども、これは僕は一緒だと思います。なんだったらスタッフも、みんなね、同じ痛みを今持ってると思ってるんで、全然僕自身がどうのこうのって、僕が
あの、一番辛いってぼやくときはね、ズーム飲み会のときぐらいにしといて、あの、キャラバンフェスとかの音楽のことに関して言うとね、本当に、あの、誰が一番とかではなく、みんなで、一歩一歩、同じ痛みを、同じ痛みというか、同じ、なんだろうな、同じバイタリティを貯めておこうぜっていう気持ちが僕はすごく強いですということで、せっかくリクエストいただきましたんで、ここで一曲、歌ってみようかなと思います。ちょっと生々しくこの場でチューニングなんかしちゃったりなんかして。じゃあ歌ってみます。ノットアローンさんからのリクエストいただいたので、同じ空の下。じゃない才能があるって保証もない、ただ僕は僕らしく生きていたいだけさ、メールなんて敷かれていない、下れの足跡も残っていない、正しいのかどうかを確かめる術はない、目指してた世界こそ違ったっけ、似てる境遇で頑張って歩みを止めなけりゃ、夢は逃げやしないから、望んでた成果はまだ得られない、この高い壁の向こうに何があるだろう、いつかまた会えた時出てくばかりの傷も君と笑い飛ばせりゃいい、その時まであとどれぐらいの声涙が流れても、一人ぼっちでも孤独とは違うよ、同じ空を見て、して一歩踏み出して、これだって腹くくって決めた、道なき道をどこまでも行こう、
同じ空の下で高橋優サンキューフォーザミュージック。最近どうですか？あなたは今笑えていますか？日曜のど深夜に生放送、高橋優サンキューフォーザミュージック。さあ、緊急事態宣言の生活の中でささやかな喜びや楽しみを見つけた方からメールが届いています。神奈川県横浜市で聞いてくれている香里さん。この春新型コロナの影響で卒業式も卒業旅行も入社式もできなかった息子が社会人になりました。息子の会社は食品会社なので自粛はできず毎日会社に行ってました。そんな息子が初任給で熊本の馬刺しをお取り寄せしてプレゼントしてくれました。我が家は息子が小学生の頃熊本に住んでたので熊本の馬刺しが大好きなんです。息子からのプレゼントの馬刺しを家族で美味しく食べ笑顔になれました。息子の成長を嬉しく思った春でした。香里さんありがとうございます。いいですね、馬刺し。俺も大好き。ツアー中にね、食事制限とかをしていて、炭水化物を抜いたりなんかして、やってたんですよ。そういう中で、馬刺しって最高なんですよ。タンパク質も豊富だし、なんかこう、元気になるんだよね。そうそうそう。だから、馬刺し食べたいって言ったらね、その当時のマネージャーがもうどこの居酒屋に行っても俺の前に馬刺ししか出さなくなって、馬刺しが置いてある居酒屋しか選ばなくなっちゃって、まあ今やいい思い出だけどね、馬刺しを食べて、僕はツアーを乗り越えていたことを思い出しました。もう今じゃね、遠い昔のようだよ。最近じゃ僕はウーバーイーツに頼りっぱなしだから。いや、みんなどうしてる？ご飯。なんか、あれだよね、家族、それこそこういうこと、家族でお住まいの方とかさ、奥さん、もしくは旦那さんがいらっしゃる方、恋人と一緒に住んでるとか、友達とルームシェアしてるとかだったら、なんかみんなで飯作ったりして、食ってんのかな？一人暮らしでも飯作って食ったりしてるんですか？皆さん。そんなにしっかりして、金子くんはいいじゃないか、去年だっけ結婚したの。奥さんとも幸せな生活してるわけでしょ？ご飯作ってもらえてるんですか？金子くんは。いや、いいですね。だから、ご飯作ってくれる人がいればさ、逆にこう自分の生活立て直しやすいと思うんですよ。例えば仕事がちょっとね、自粛で、リモートワークとかになってもさ、朝昼晩って作ってくれる人がいるわけじゃん。俺何のルールもない一人暮らし生活をしてるから、自由だから、もう本当に寝て起きて、起きてっていうか、ベッドの中でまどろみながら、スマホを取って、ウーバーイーツを押せばね、30分後ぐらいにピンポーンって来てくれるわけ。その便利さったらないわけよ。それに甘えていくともう何時起きでもよくなるんですよ。奥さんとかいりゃ、それは何？朝よとかって言ってくれるんでしょ？お母さんとかみんなね。俺いないからさ、ウーバーイーツが俺の目覚めなのよ。で、最近のなんかちっちゃな楽しみはさ、ウーバーイーツ頼んだことがある人じゃなきゃわかんないと思うんだけど、お店から配達してくれる人がピックアップ決定すると、マップが表示されてるさ、で、自転車こいでる人の絵がさ、なんかゲームの画面みたいにさ、自分家に近づいてきてくれる時間があるんですよ。それで、想定されてるなんか一番遅い時間がバンって出るわけ。例えば、お昼の1時半に注文してね、20分ぐらいで来るよと相談すれば、最悪2時10分に到着します、みたいな。そう。で、何時に来るのかな、みたいな。そう。で、プンって出ると、その、送ってくれる人の顔とかも出るから、わ、この人と俺今会えるんだ、みたいな。なんかこんな。まあ、置き配とかもね、今いろんな選択肢があるけど、まあまあ、自分の部屋の前まで来てくれるわけじゃないですか。そう、だからそれ見てて、あーってなるんだけど、いかんせんさ、さっきの話の続きになっちゃうんだけど、俺んち電波悪いんだ、多分。で、ウーバーイーツの自転車の人がさ、ちょいちょい消えるんだよね。
これあるあるじゃないのかな、みんなはそんなことない俺ないか。いや俺あれほんと、例えばだから寝起きで、あ朝だったらまあずっとそれ見てられるからいいわけ、 Uber Eats の視聴率 100% だから俺のスマホ俺のスマホだけど、だけど例えば昼飯夜飯の時とかだったらなんか作業してしながら Uber Eats 頼むとするでしょ、それでパって見て、あと30分って出たとする。したら、あと30分後ぐらいに来るから、その30分で何かしようって思って。例えば、まあ仕事したりもしますし、何かするでしょ。で、なんとなく30分、早く来ることもあるから、20分ぐらい経ったら見るわけ。したら、だいたい家の近くまで自転車来てるもんじゃん。なのに、うちの電波悪いから、いないのよ。絶対近くまでいるはずなのに、いないの。で、たまにそれが俺、あ、まだ作ってんのかなって自分で、その自分家の電波が悪いっていうことを忘れて、あ、まだ自転車の人、現れてないんだ、俺のスマホの中にって思うと、ポンって急に、あと1分とかって、俺の部屋の前にその人が瞬間移動で登場するわけ、俺のスマホの中に。これ、どう思うって聞こうと思ったけど、俺だけなのね。誰も共感、家電波悪い人。多分、置いている Wi-Fi のやつがちょっと古いやつの人。ほら、これ意外といると思うんだよな。こういう初歩的なことで、あーってなってる人。いないかね？俺だけか。ごめん。うん、俺、この間ツイッターでさ、辛口のジンジャーエール飲んだらくしゃみ出るの俺だけって呟いたら、めっちゃ俺だけだったんだよ。辛口のジンジャーエール飲んでくしゃみ出てる人いない？いや、まじ、緑色のボトルのやつ。緑色のボトルの辛口って書いてあるやつ。今度飲んでみて。他のなんか、あれだよ。自家製のオーガニックジンジャーエールとかじゃないよ。結構いろんなとこで売ってる緑色のやつの辛口。あれ、ぐらーって言ってみて、絶対くしゃみ出るから。うん。今、全員。そうそうそう。さっきは目をそらされましたけれども、ついに苦笑いで首をかしげられました。スタジオ全員のスタッフと。さあ。まだまだメール届いてます。秋田県、宇後町で聞いてくれてるなーちゃん、35歳。私の数少ない友達が、この間母になり、ゆうくんのふるさと秋田県横手市の人口、一人増加しました。ありがとう。去年。お腹が、少し目立ってきたかなって頃にあったきり、コロナの騒動で結局会えずじまい。それでも新しい命が無事に生まれてきたことはとても嬉しく、笑顔になれ Facebook 越しにお祝いしました。今は友達の出産祝いをネットで探す時間が幸せです。安心して会ってハグできる世の中になるよう願ってますというメッセージ。なあちゃんさん、どうもありがとうございます。なんかね、秋田今どんな状況なのか、電話してみちゃう？この人に。ね、急に。思い立ったように、電話機が目の前にあるけれども。ね、くれぐれも番号間違えないようにしないといけない。これ俺やんの初じゃない？僕これ初めてです、これ。ラジオから電話かけんの。で、全部遅いんだよね。そうだよね。緊張するな、これ間違ってかけたらさ、大変だもんね。お、かかったかかった。あれだよね、この人電話 OK っていうことで、メール送ってくれてんだよね。留守番電話に接続します。ダメだったじゃん。本の後に。メッセージ入れる？メッセージ入れる？もう一回かける？もう一回かけ、着信2回残すのじゃん。どんな番組だよ、大丈夫これ。いや、もう一回かけて、じゃあメッセージ残すか。わかりました。寝てるかね、さすがにね。うん、そうだよ、そういう時間だよね。これ迷惑電話にならないかね、大丈夫。間違えてたら最悪だよね、これね。ま、全然関係ない人に2回電話したらね。間違ってないはず。そして、できれば出てくれ。もしもし。もしもし？こんばんは。こんばんは。なーちゃんですか？はい、そうです。秋田県宇後町にお住まいの。はい、そうです。あ、私、あ、ちょ、今、何の電話か、なんとなくわかります？聞いてました。聞いてて。はい。それで、ラジコと切り替えてたので、今一回切っちゃって。あー、なるほど、なるほど。すいません。とんでもない。全然いいんですよ。そんな優しい言い訳をありがとうございます。深夜にすいませんね。いえいえ。メールありがとうございました。あ、
いえいえ、読んでいただいてありがとうございます。動機が半端ないんですけど。ね、深夜だしね。なあちゃんは、今は、お住まいは秋田県で、お仕事もされてらっしゃる、はい、あ、そうです。スーパーで働いてて。あら、はい。それ、仕事自体はお店とかは休みにならなかったんですけど。はい、ただあのマスクとか手袋とか、うん、あのなんだ例のビニールのカーテンみたいな、はい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 、そんな感じでなんとかやってますけど。いやね、この間あれ、東京の空をさ、ブルーインパルスという飛行機が飛んでさ、その医療従事者の方々へという、感謝の気持ちとエールということだったんだったかな、で飛んでったのを僕はなんか、はい、見たんですけど、はい、スーパーで働いてる方々もさ、本当にヒーローだと思ってるんですよ、僕は個人的に。え、本当ですか？本当だよ。なんか嘘だと思ったの？いやいや、なんかいろんな人がそういうこと言ってるんですけど、うん、なんか毎日当たり前にそういう仕事してるんで、うん、なんかそんなもんだろうなと思ってたので。そう、俺も確かに、なかなか珍しいパターンだと思う。だって、スーパーのレジで働いてる方々とかさ、コンビニで働いてる方々っていうのは、まあ僕らの日常の中で言うと、一番自然な景色っていうかさ、一番こう、ありふれた景色の中の一部だと思うわけですよ。だから、そういった方々を取り立てて、こう、すげーっていうシーンって、確かに今までなかったような気はする。はい、僕は個人的に頑張れ細野さんっていうスーパーで働いてる人のことを超応援した歌書いたりしてたけど。そう。なんだけど、今って、本当にスーパーがお休みだったら、日常生活本当にストップしちゃう人めちゃめちゃいたと思うんですよ。ああ、確かに。そうそう。だから、もちろん医療の現場で働いてる方々は本当にいろんな不安とか恐怖とかそういったものとともにね、はい、きっと拭い去ることができないいろんな気持ちを持ちながら働かれている方多かったと思うけれども、はい、スーパーで働いている方だって不特定多数の人たちを相手にするわけじゃないですか。あ、そうですね。そうそう。だって中にはね、その別にコロナウイルスとは関わらずとも咳をしながらね、お買い物される方だっているでしょう。くしゃみする人だっているでしょう。います、います。でしょ。はい。お釣り渡すときとかさ、まあ今はあれか、なんかお釣り置くやつで渡したりとか手袋とかされてるとは思うんだけど、はい。そう。でもとはいえ、濃厚接触がどうのって言われてるときにしてたわけじゃないですか。濃厚接触に近いようなもんじゃないですか、レジっていうのはね。あ、そうなんですよね。うん、ヒーローだよ。なんかそれで、なんだろう、直接渡さないようにとか、うん、手袋とかにしたら、それはそれでなんか文句言われるみたいなのもあって、手袋したら文句言われるの？そう、なんか上からの指示で、うん、なんかそういう、なんか、なんだろう、衛生上のあれでとか言っても、うん、なんか、結構、ほら、前から、なんだろう、常連の人とかは、うん、俺をバイキン扱いするのか、みたいな。そういう感じのも結構いて、で、秋田ではそんなに、なんだろう、人数も出てなかったので、うん、そう、予防みたいな感じでしてたんですけど、うん、なんか文句言われることが結構あって、うん、そういう面ではちょっと疲れた感じはしましたけど。いや、そっか。頑張って働きにいてね、やっぱそういうみんなの、なんだろう、この、まあ、今の世界の雰囲気なんだと思うけれども、やっぱどっかね、当てどころのない不安とか怒りをさ、そういうふうに、頑張ってる人たちに、ぶつけてしまう人もね、よく聞くけれども、でもそういうのもひっくるめて、すごく、なんだろうな、勇敢だし、今このなんだ、緊急事態宣言を一つ乗り越えられた大きな要因だと僕は思いますよ。なあちゃんみたいな方に、がね、頑張ってくれてるのが。しがないパートだと思ってたので、ちょっと嬉しい。何言ってんだよ、しがなくないよ、自分のこと悪く言うのやめな、もう。ごめんなさい、すいません、ちょっと急に。いえいえ。秋田はどうなんですか？秋田は、なんか、割かしなんか平穏ですね。なんか、しばらく秋田県内での感染者が出てないので、この土日は割と、なんか前ほどではないですけど、みんなマスクとかはしてるんですけども、その、一時ほどギスギスした感じはちょっとなくなりました、ね。ああ、そっかそっか。はい。
じゃあなんかまあ東京もね緊急事態宣言が明けてからなんか割とムードは変わってきたみたいなのをテレビで見たりもしたけれども、秋田はじゃあ、はい、うん、そうだよね、秋田の方がもう少しじゃあ緩和してきてるのかな、雰囲気的には、ね、そうですね、はい、ただ、うん、まあ油断しないで、ね、気をつけたいと思いますけれども、うん、そうだね、はい、うん、観光とかはまだそういうのは厳しいんだよね。あ、そうですね、なんかあ、でもよその人も、ね、あ、でもそうですね、全然あの桜の時期も誰も来なかったので、角の立てとかも人がいなくて、あ、角の立ての桜綺麗だもんね。地元のテレビでもなんか、うん、テレビで花見をしようみたいな感じで、うんうんうん、この映像がただ流れてたりしてましたけど。なるほどね、はい、今年ならではだよね、そういうのもね、いろんな意味でね、はい。そうかそうか。なーちゃん、夜分に急にお電話してすいませんね、本当に。あ、いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。いろんなお話聞かせていただいて。はい、いえ。じゃあ最後に、なーちゃんのリクエストの曲。はい。この曲、おかけしていいですか？あ、いいですか？お願いします。はい、じゃあなーちゃんから曲紹介お願いしていいですか？はい、はい、友達に小さい子、うん、あと子供が生まれちゃったことで、うん、ゆずさんの送る歌っていう曲があるんですけど、うん、はい、それをリクエストしたいです。わかりました。なーちゃんさん、はい、本当にどうもありがとうございました。はい、いえ、とんでもないです、ね、明日も仕事ですか？あ、そうですね、あ、じゃあ本当にこれからも気をつけて頑張ってください。あ、ありがとうございます。はい、サンキューフォーザミュージック初のゲスト電話出演でございました。来週も聞きます。ありがとう、はい、ありがとうございます。この後もよかったら聞いてね。はい、ありがとうございます。どうも。時計の針が24時を回り、わずかな荷物を持って走り出す。街を歩く人たちみんな白黒に見えて、君の教え向かう道だけにはっきりのがつく。お金もない時間もないけれど、今日は君がこの世に生まれた日だから、今の僕にできるたった一つの贈り物、寂しい時もあるけれど、君らしくいてくれることを願いながら、今の僕にできるただ一つの贈り物、君の心へこの歌が届きますように、サンキューフォーザミュージック。FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からこの後3時まで生放送、高橋優サンキューフォーザミュージック。さあ、メールが来てます。東京都で聞いてくれてる二十歳、ナチョス。ナッチョス。はい。ジンジャーエールの辛口ではくしゃみは出ませんが、
スースーするタブレットを食べると必ずくしゃみ出ます。ゆうくんも出ますよね。これはどう？みんな共感？俺これごめん。俺ね、これ結構ツイッターで見たんだけど、出ない。僕は。スースーするタブレットでくしゃみ。これは何？スタッフ、僕の、まあ、今僕の周りにいる男子たちはどうなの？ちょっとくしゃみネタ全然響かないわ。まずこう日本放送内では。どうなんだ？でもこれみんな、ほんとこういう時リスナーの顔見たいと思うよね。絶対いると思うんだよね。まあ、タブレットもいるんだろうと思う。結構聞くから。うん。ジンジャーエールも聞かないけど、いるんだよ。絶対。だって、俺の鼻が何変なの？ジンジャーエールと合わないのかな？生姜、危ねえ、なんか変なダジャレ言いそうになっちゃった。さあ、僕、高橋はですね、高校卒業後にふるさと秋田を離れて、北海道の札幌の大学に進んだんですけど、まあ大学時代に、コロナが起きたらどうなってたんだろうなみたいなことをね、考えることもあるんですけど、そういう中でふるさとを離れて暮らす中、今回の緊急事態宣言を迎えた人からメールが届いています。ラジオネームあゆみ。緊急事態宣言中、何度も両親から実家に戻ってくるように連絡が来てました。でも私は帰りたい気持ちを押し殺しながら断固として帰らないと言い続けました。理由は二つ。一つは自分が感染してない保証ができないから。もう一つはもし自分が帰った後に両親が発症したらと考えたら怖かったから。一人で行って感染するももちろん怖いけど、それ以上に自分以外の誰かに移してしまったらと考えたら、その方が怖くて仕方ありませんでした。でもそんな中でも私が頑張れたのは、時折家族のグループラインに送られてくる家族からのメッセージがあったからでした。メッセージの中にはこの夏に生まれる赤ちゃんの話や、新しく家族の仲間に加わった一匹の犬の話、兄家族の家族団らんの話、実家で起こったちょっとしたハプニングなど、本当にいろんな話題があっていつも楽しかったです。家族の中で私だけ一人暮らしをしてますが、兄たち三人の家族の話や両親の話を聞くと一人じゃないんだなって思い楽しくなれました。今もまだ友達などなかなか人に会うことはできませんが、日常のちっちゃな幸せを見つけながら頑張っていきたいなって思ってますというメッセージね。あゆみさんありがとうございます。そして、もう一通。匿名さんからですね。私はゆうくんが大学時代を過ごした北海道出身で、大学に通うために勢いで新潟に来て、一年ちょっとが経ちました。新潟に来たのは大学に通うためだったので、学校がすべてオンライン授業になった今、私は何のためにわざわざ新潟にいるのかと考えるようになりました。大学の友達ともたまに連絡は取ってますが、外出自粛で直接会えるわけでなく、文字だけの会話なので、私が新潟にいようがいまいが関係ないなと思ってしまいます。少しでも新潟での居場所を作ろうとバイトを始めたんですが、まだまだ居場所と呼べるにはほど遠いです。北海道の高校時代の友達にも誰もが気がめいってるこんな時期に、こんなこと相談しても迷惑かなって思って連絡できなくて、結局自分の中でモヤモヤが残ってます。今までは実家というどんな時でも安心して帰れる場所、自分を必要としてくれる場所があったんですが、学校がオンラインになって気の知れた人たちとの関わりがめっきりなくなって、急に新潟という街で一人ぼっちになってしまいました。私の学校は前期は全部オンラインになったので、10月までこの生活が続きます。北海道には冬まで帰れず、今どうしようもない孤独を感じていますというメッセージ。件名もとても孤独ですというふうに送ってくれています。匿名さんどうもありがとうございます。まあそうだよね。今こういう人って結構ね、この匿名さんもそうだけどいるんだろうね。何か目的があってみんな東京来たりとか、まあ地方行ったりとかしてる人も多いと思うんだけど、そういう中でね、全部が今ストップしちゃってる状態だから、うん、面白いもんで、孤独を感じてる人がたくさんいるから、孤独でもないんじゃないかと思う考え方もあるというかね。うん、なんて言うんだろう。うん。まあ、さっきのね、いろんな人たちのメッセージもあったけれども、まあまあ、ここでこのメッセージを僕が読んだのも何かの縁というか、何か気の利いたことも、僕も言ってあげられないので、またちょっとなんか歌ってみようかな。うん。こんなメッセージも来てるんですよ。山梨県で聞いてくれてる、ラジオネームラフターさん。今だからこそみんなで聞きたい。
口ずさみたい曲のリクエストは松任谷由実さんのハローマイフレンドです。ゆうくんの弾き語りで聞いてみたいですみたいなメッセージがあってね。まあ友達とか家族とかのお話もこうやってメールでたくさん聞かせていただけるので、まあなんかこの名曲ちょっと歌初めて歌う感じではありますけれども、やってみようかなと思います。いい、急に歌っちゃって Hello my friend、 君に恋した夏があったね。短くて気まぐれな夏だった。デスティニー、君は遠くにしていたよね。戻れない安らぎもあること。ああ、悲しくて悲しくて、帰り道探した。もう二度と会えなくても友達と呼ばせて。サンキューフォーザミュージック。高橋優サンキューフォーザミュージックでは君からのメールを待ってます。最近どうですか？あなたは今笑えていますか？今だからみんなで聞きたい曲、みんなで口ずさみたい曲のリクエストも待ってます。番組のメールアドレスは you@allnightnippon.com you@allnightnippon.com。 君からのメール待ってます。はいはい、緊急事態宣言下の我々のステイホーム生活をですね、様々な形で支えてくれた方たちからのメールというのもたくさんいただいております。紹介させていただきます。ラジオネームキコさん。緊急事態宣言が解除され、少しずつではありますが、明るい日常が戻ってきたように感じてます。しかし、まだ油断はできないので、改めて気を引き締めていこうと思ってます。私はドラッグストアで働いてて、緊急事態宣言中、忙しすぎる毎日を過ごしてましたが、最近やっと落ち着いてきました。そんな日々の中、総合病院で看護師をしている友達のことが気になり、連絡したところ、まだまだ忙しいようで、精神的にも体力的にも参ってました。のんびりしたい、旅行したい、富士山が見たい、と言ってました。落ち着いたら必ず一緒に行こうと約束したら、楽しみな予定ができたからそれに向かって頑張れそうと言ってくれました。まだまだ辛い状況に立っている方や、少しずつ乗り越え模索しながら何とか生活している方も多いと思います。そんな時だからこそみんなでエレファントカシマシの俺たちの明日を聞きたいですというメッセージ。これはもう聞きますかね。もう本当そうだよね。さっきのスーパーの話もあったけれども、ドラッグストアの方々も本当に、大変だと思います。不特定多数の方々を相手にするっていうことは、ただでさえ大変なんだよ。多分、本当に大変な仕事を普段、何気なくやられてる方のことが、まあ、これを機にかなり浮き彫りになったという考え方がある気がしていて、僕はね。そう。だから、ね、こんなことないのに越したことないんだけども、この機にリスペクトできる人がすごくたくさん見えてきた気も僕はしていて、うん。確かに、乗り越えなきゃいけないから、辛い状況で、まあ、不安とかっていう言葉がどうしても、耳に残ってしまうような気がするけれども、リスペクトできる人が多くなった。自分ももしかしたらやってることが誰かに尊敬されることになるかもしれないっていう気持ちにもなるじゃないですか。なんか自分の日常なんてさ、毎日同じことばっかり繰り返してなんか大したことねえなって思っちゃうことってない？僕はありますよ、一人で部屋で。なんか地味な作業ばっかりしてる時なんていうのはね。でも、なんか、
本当に、状況が変われば、やっぱり、誰がヒーローになるか分からないっていうのが、この世界のまた捨てたもんじゃない部分じゃないかなって僕は思ったりするので、ね、諦めずにというか、希望を捨てないで、歩いて、また光が差す、その瞬間までね、一緒に歩いていきたいなっていうふうに僕は思ってます。ね、明日からまた違う景色が見れるかもしれないし。ということで、リクエストにお答えして曲かけましょうか。聞いてください。エレファントカシマシ、俺たちの明日。さあ頑張ろうぜ、お前は今日もどこかで不器用にこの日々と日々と戦っていることだろさんは元気か、子供は大きくなったかい、実は昨日お前とつるんで歩く夢を見たんだ、昔みたいにお前と歩く夢を、そりゃあの頃は俺たちの時代を築こうなんて話を何時間でも語り合って飽きなかったな、そしてそんな時間こそ本当は俺たちの、ああ人生そのものだったな、時は流れて最前線で戦ってくれている医療従事者、医療関係者の方からもメールいただいてます。千葉市中央区で聞いてくれているペンネーム会長35歳、私は看護師をしており、昨日自分が働いている病院のコロナ陽性患者の方が全員退院しました。今日新たに増えてなければ専用に作った病棟は一時閉棟になり、私も6月から元いた病棟で働きます。そんな中、気づけば2ヶ月以上千葉県を出ていないなぁと気づきました。早く旅行に行きたい、ライブフェスに行きたい、そして家族に会いたいですというメッセージ。会長さんどうもありがとうございます。いいね、ちょっとずつ前に進んでいる感じをこういう最前線の方からいただけるっていうのはラジオのいいとこっていうかね、なんかこっちが励まされる感じしますよね。さあさあ、まだまだいっぱい来てますよ。兵庫県尼崎市で聞いてくれているペンネームあさちゃん55歳の方です。私はあまり大きくない病院で患者さんに食事を提供する仕事をしてます。4月の放送の頃はコロナに感染された患者さんが数名入院されてて、職場の雰囲気はピリピリしていました。常に数名の感染または疑いの患者さんが入院されている状態が続いていましたが、10日前ぐらいにコロナ関係の患者さんは皆さん退院され、その後も新しい患者様が入院されることもなく今日まで来ており、職場も以前に近い雰囲気に戻っていますというメッセージ。朝ちゃんありがとうございます。いいじゃないですか、ちょっとずつね。だからさ、だから本当にその
医療従事者の方々が一番の最前線を見ているんだけど、だからすごい大変なんだけど、それをまたさらに裏で支えているスーパーの店員さんであり、ドラッグストアの店員さんであり、そしてそういうところでかけられていてほしい我々の音楽だったりラジオだったりっていうことでさ、なんとなくこのね、なんかみんな孤独だ、まあ、孤独だっていうメッセージも来たけれどもさ、ちょっとずつ繋がって、繋がりは消えていないというふうに思えてくるよね。そう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 、なんかなんだかんだで僕らはやっぱり家にいたって支え合っていたということがね、この一つみんなで今泳いでる海を上がればね、ああこんな広い海だったかって振り返られる日が来るんじゃないかと僕は思うわけですよ。ね、今ちょっと俺の例え臭かった、意味わかんなかった、ちょっとなんとなくわかるでしょ、泳いでる最中わからないっていうじゃないですか、海の広さは。そう、いやごめんなさい、すいませんジンジャーエール、ジンジャーエールの話はまたもうやめます愛知県犬山市で聞いてくれてるユキ、私は医療関係機関で保育士をしています。今年の4月からの人事異動で発達障害の子どもたちと接する仕事に移り、日々子どもたちの言うことや、行動を受け止めながら過ごしています。コロナの影響で子どもたちにもいろいろな制限がある中で対応に悩んだり、これでいいのかなと思うとき、ゆうくんが作った NHK 発達障害キャンペーンのイメージソング、アスファルトのワニの、四角い場所で四角になれず、丸い場所で丸になれなくていいという歌詞を思い出し、自分の心が軽くなってますというメッセージ、ゆきさんどうもありがとうございます。いやーね、本当にかくかくいろんな方面で頑張られてる方と、久しぶりにこの日本放送のスタジオに来れてね、このメールを読めていることがね、僕自身の励ましにもなっているので、なんかほんのちょっとでもね、なんか僕喋り出すとさ、どうしたってやっぱりこう結論まとまらなくてね結局誰も共感してくれないジンジャーエールの話しかできないので楽曲の話をしていただいた時にはもうすかさず楽曲を歌わせていただこうかと思います。まあね、ゆきさんのリクエストにお答えして、アスファルトのワニという曲を歌います。白線の上だけをはみ出さないように歩く、それ以外は断崖絶壁の横断歩道を歩いてる。崖の下にはワニ、腹をすかしたサメもいる。落ちたら食べられてゲームオーバー、はみ出さないように歩く。信号が点滅始めて、足早な街のその中で、物語は書き消されてく。ワニを閉じ込めたスファルト、目に見えなくてもそこにあるもの、心の人差し指が指す場所、知らないふりして強がってみても、あの日のままの君はどんな顔、誰にも読めない言葉で綴った手紙を君に送るから、笑いながらでいい、君の思うまま読んでほしい。四角い場所で四角になれず、丸い場所で丸になれなくていい。モノクロの世界に見つけた物語、解き放て彩りとあの日の微笑み。端っこ好きの僕、テレビつけっぱなしの君、休みは遠くへ旅したい君と、枕変わると寝れない僕、映画を見てるとき、次の場面になる前に、予想僕の耳元で喋る、君
私を何度も嫌いになる。分かり合えないと諦める。それでも僕ら一緒にいる。物語は書き換えられる。君は白線避けて歩く。誰にも言えずにしまってたこと、破いて捨てて拾い上げたもの。瞳の表に映る景色と瞳の内側に描いた場所。誰にも見えない涙は流れ、何度もかき消されてきた物語。そういうものだよとささやく誰かの声。笑う場所で笑うことができず、泣ける場所で泣けなくてもいい。空に浮かぶ雲がまた形を変えてゆくよ。あの時僕らが見つけた景色は確かにそこにあったんだ。ありふれた日常にだって胸は高鳴るよ。四角い場所で四角になれず、丸い場所で丸になれなくていい。モノクロの世界に見つけた物語、解き放て彩りとあの日の微笑み。Thank you for the music. さあ、今回最後にこんなメールをご紹介しましょう。ラジオネームかおりさん。私はゆうくんの虹という曲が大好き。実は息子が甲子園を目指しており、2017年に熱闘甲子園のテーマ曲としてこの曲を聴いた時、いろんな思いが歌詞に込められてて鳥肌が立ちました。学校が休校になり、野球を思う存分できない中で夏の甲子園も開催されなくなった高校3年生の球児の方の気持ちを思うと辛いです。息子には高校生活があと2年ありますが、この世の中に明るい未来が来ますようにというメッセージ。香織さん、どうもありがとうございます。こんなメッセージも来てます。東京都で聞いてくれている、ラジオネームラリー、18歳、高校3年生。中学から陸上の長距離を頑張ってきましたが、春から夏の大会が軒並み中止となり、11月の駅伝の開催もわからない状況です。大学受験の勉強もあり、開催されるかわからない駅伝の練習に時間をかけていいものなのか、でも開催されるかもと希望も捨てられないでいるジレンマの日々を過ごしてますというメッセージ。ラリーさん、どうもありがとうございます。そうだよね。だから、まあ、いろんなところでね、頑張っている、まあ、今日は、なんだろう、このコロナ時代全員がヒーローなんじゃないかと思う僕のこの話をね、すごくさせてもらったけれども、まあ、その一方でやっぱりこうやって中止になって、なんだろう、自分の目指していたものがなくなるっていうのは本当に目の前真っ暗になる感じがするんですけど、でもね、なんだろう、俺別になんかそんなになんか神様がどうだっていうことを信じて語る方の人じゃないんだけど、だけど俺は絶対努力はいつか報われるって信じてやってるんですよ。多分ね、ミュージシャンで今曲作ってる人たちとか、家の中でなんかなんだ、パソコンでバンドのサウンド作ってる人たちとかさ、みんなでセッションできないから、みんないつやれるか分かんないけどずっと作ってると思うのね。
そうだからまだ18歳とかでさ、それこそ将来、どっちの方向に行くか分かんないから、駅伝とかその長距離走るっていうこと自体が別に直接将来ともつながることじゃないから、それこそ本当に努力すべきなのかどうか分かんなくなるかもしれないけれども、今目の前でやれることやるのは絶対に無駄じゃないって僕は信じてます。だから甲子園を開催できないの本当悔しいって俺も思ったけど、なんだろう、すげえバッターだったら甲子園出てなくたって絶対いつかプロになるじゃんって思うわけそう、すげえ球投げれるやつとか、あのめちゃめちゃいい、なんだ、俺野球詳しくなくてごめん、ポジションの名前全然出てこねえ、キャッチャーピッチャーなんかそういうさ、あの才能は磨いときゃ絶対あの報われるし、なんか 思って立ち止まるのも大事だけど、何かしら自分の思ってることを形に しておく時間なのかもしれないと僕は思ってるから、みんなでさ、なんかあの諦めないであの続けてほしいなって個人的には思います。ここで立ち止まる時間も大切かもしれないけどね、そう無理して頑張れとは僕は絶対言いたくないけど、うん、11月の駅伝が開催されなくても足速かったら絶対走ってほしいって誰かにお願いされると思うよ。そうそう、だからみんなでなんかそういう自分が必要とされる日が必ず来ると思って、負けないで歩いていけたらいいよね。僕もそう信じて、頑張っていこうって思ってます、もうそろそろかな、まだもっと喋ってる、喋ってる、なんかさ割と真面目な感じの話が起こってるね。今日はこういう感じで、前回がねあまりにも自由すぎたからで、いろんな人たちのメールが読める、え今日自由でしたか。いや、みんなのメール読めるって大事だなと思った。あと電話つなぐのも大事ですね。来週もあるからね、うんうん、来週もあるから、だからね、今度の日曜6月7日深夜1時30分からね、また生放送ですよ。次回の話ができると嬉しいですよね、うん、メールは u@allnightnippon.com yu@allnightnippon.com ね、これレギュラーなのかなってね、まだ今のところなんだ、本当に今本当に目そらしましたねそらさなきゃいけないと思って今もうそらしたでしょ、メールがまだまだ来てます。時間の許す限り読みますよ。ラジオネームキリンとアフリカゾーン、高校1年生15歳、ラジオのんびり聞いてましたが、今開けて今日提出の宿題を思い出しました。すぐ取り掛かります寝な、まあでも宿題だったらやんなきゃいけないか、ね、まあまあまあ、じゃあ多分俺もどうせ今日帰ったって寝れないから、まあまあまあ、みんな何かしら頑張ってるから、まあじゃあ頑張って宿題、うん、俺最近さあれ買ったの、ファイヤースティック TV、 あれほらああいうさスマホで見れるやつをテレビで大画面で見れるみたいなやつ買ってさ、見たらさ今まではスマホの中だけしか見れなかったものが大画面で見れるわけじゃん。それであれ基本的に映画なんだけどさ、映画の表紙がたまにちょっとなんかちょっとエッチなのあったとかするじゃん、あれが見た履歴残ってバンって出るんだよね。そうで、まあ別に家に誰招待することもないけど、じゃあなんか映画でも見るかってなった時に、あのファイヤースティック TV の画面バンってなった時にさ、なんかそのエロい映画ばっかりポロンって並んでたらさやべえなと思って、最近はそのあんまり普段見ないようなおしゃれな映画をかけるだけにしといて、早めにあのエロい履歴が右に寄ってって消えることを僕は宿題としていや本当の映画を見てんだって、本当の映画を見てんすよもちろんどうぞ映画の話もしたいねラジオで僕は、まあまあごめんなさいそろそろ時間です。今週はこの辺で、次回来週日曜日の放送でまた会いましょう。お元気で。この後は高島由武さんが登場します。